社会教育実践研究センターは日本の文部科学省の国立教育政策研究所に置かれている社会教育に関するセンターである。略称は社研である。社会教育実践研究センターは社会教育に関する調査及び研究を行うほか社会教育に関する各種の講習などを行っている。所在地は東京都台東区上野公園地区である。 社会教育実践研究センターは、旧国立社会教育研修所に改祖が重ねられたものである。旧国立社会教育研修所の略称は、国社権であり、現在の社会教育実践研究センターの略称としても用いられることがある。社会教育実践研究センターは、次に掲げる事務を司っている。社会教育指導者及び社会教育に関する事業に、 関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと。一の事務に関し、日本国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。日本国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する援助及び助言を行うこと。ありがとうございます。